2023年の阪神優勝に貢献した助っ人のノイジー。今回はそんなノイジー選手の面白いエピソードを50個紹介します。打者としては中距離ヒッターに分類され、守備範囲の広さと強肩も備える有能な選手。最初のアスレチックス時代、三塁手にはマット・チャップマン選手というフランチャイズプレイヤーの顔とも言える存在がいたため、 3A 降格や他ポジションへのコンバートを余儀なくされていた。守備能力を認められているだけに、怪我や不調では真っ先に課題となることもある。プロ野球解説者の高木豊氏は、5番バッターとして活躍したら阪神の得点能力は上がると評価している。外国人選手の場合、漢字を当てはめ日本風の名前で呼ばれることもあり、バンデンハーク選手ならバンデン、ジェフリー・マルテ選手ならマルテのように表記されるが、ノイジー選手はソーンと呼ばれている。2013年の MLB ドラフト38巡目でテキサス・レンジャーズに指名されたものの、契約せずにオクラホマ大学へ進学。当時のポジションはショートであり、チームメートにはコディ・トーマスがいた。大学最終年の2016年には55試合に出場して打率3割6分9厘、10本塁打、48打点、12盗塁の成績を残し、全米の大学野球の最優秀ショートに贈られる賞であるブルックス・ウォレス賞を受賞した。2023年5月13日対 DeNA 戦、4打数2安打、来日最多の3打点で勝利に貢献。甲子園のヒーローインタビューで、タイガースファンズ、シェルドン・ノイジーと自己紹介すると、ありがとうございますと日本語で大歓声に感謝した。ノイジー選手の背番号は、阪神タイガースでも活躍した糸井嘉男選手の背番号7を引き継ぐことに。球団としてもノイジー選手に非常に高い期待を寄せていることが伺えた。ノイジー選手のユニフォームにつけた背中の名前が NEUSE となっている。日本人が学ぶ英語の感覚で言うと、 NEUSE という綴りでノイジーと読むことに若干の不思議さを感じる人もいるだろう。実はこのネウスをノイジーとするのはドイツ語の読み方。ノイジー選手はアメリカ生まれで、国籍もアメリカだが、そのルーツをたどるとドイツ系になるのかもしれない。2023年の成績は打率2割4分、本塁打9本、打点56と打率は規定打席到達選手27人中26位。ほぼ最下位付近の打率にもかかわらず、基本的にはスタメンとして固定されて、試合に出ても多くの打席でポップフライや平凡な内野ゴロに終わってしまい、打線のつながりを分断してしまうことが多いと言われているが、岡田監督はなぜスタメンから外さないのだろうか。そこには3つの理由があると言われている。ノイジー選手は推定年俸は約1億8200万円、非常に高額の年俸で阪神タイガースに来ていて、ましてや糸井選手の背番号7を引き継ぎ、球団としても外国人筆頭として強く押すことを想定しているため、安易にスタメンを外せないのではないだろうか。加えて選手固有の応援歌も出来上がっており、球団もファンもこのノイジー選手に大きな期待を寄せていることを理由として挙げられる。2つ目にノイジー選手については、広角に打てる手腕な打撃と合わせて、その肩の強さにも高い評価がなされている。打撃については、好不調の波や日本人投手との相性などから必ずしも良い結果が出るとは限らないが、守備に不調はないと言われているように、守備面においては打撃が不調であっても一定の活躍が見込まれる。実際ノイジー選手がその強肩を生かし、多くのピンチを救ってきたのも事実である。そして最後は何より、岡田監督がノイジー選手についてかなり強く思い入れを持っており、スタメン起用を頑なにこだわっていることが事態をややこしくしていると言われている。ノイジー選手獲得に際して、岡田監督が中日も狙ってたみたいや、俺は真っ先にノイジーを決めたからなとコメントしていることからも分かるように、おそらく岡田監督はこのノイジー選手の獲得にかなり関与しており、それゆえに思い入れも強くなっているのかもしれない。2016年の MLB ドラフト2巡目でワシントンナショナルズから指名されプロ入り。契約後、傘下の A 級オーバーンダブルデイズでプロデビュー。36試合に出場して打率2割3分、1本塁打、11打点、2盗塁を記録した。2017年7月にオークランドアスレチックスへ移籍。移籍後は傘下の A プラス級ストックトンポーツと AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、移籍前を含めて3球団合計で117試合に出場して打率3割2分1厘、16本塁打、79打点、14盗塁を記録した。ポジションも三塁手での起用がメインとなった。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは、アスレチックスの組織内で11位にランクインした。シーズンでは 3A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、135試合に出場して打率2割6分3厘、5本塁打、55打点、4盗塁を記録した。
2019年は開幕から 3A 級ラスベガスアビエイターズでプレーし、昇格までに126試合に出場して打率3割1分7厘、27本塁打、102打点、3盗塁を記録した。2019年8月にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると、ニューヨークヤンキース戦にて8番指名打者で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは25試合に出場して打率2割5分7打点を記録した。2021年2月にトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍。シーズンでは33試合に出場して打率1割6分9厘、3本塁打、4打点、1盗塁を記録。オフの12月1日に選手を40人枠から外す処置である DFA となった。2022年3月にウェーバー工事を経て古巣のアスレチックスへ移籍。4月のタンパベイレイズ戦の9回に、本来は野手ながら勝敗が決していたため投手として登板したブレッド・フィリップス選手からキャリア初の満塁本塁打を放った。9月に DFA となり、アスレチックスとマイナー契約を結んで 3A 級ラスベガスに送られた。オフの11月に FA となった。ちなみに2022年は内野の全ポジションを守ったほか、投手としても3試合に登板した。2023年4月1日対 DeNA 戦、ノイジー選手が来日初打点をマークした。初回に4点を先制された直後の攻撃、1番近本選手が左中間2塁打で出塁すると、中野選手のセカンドゴロでワンアウト3塁。ここで打席に入ったノイジー選手が DeNA 先発ガゼルマン選手の151キロのストレートをセンター前へ弾き返した。2023年4月12日対巨人戦、阪神に今季初のスタメン本塁打が飛び出した。両チーム無得点で迎えた4回、3番レフトでスタメン出場のノイジー選手が巨人メンデス選手から左越えに来日1号となる先制ソロを放った。11日までの開幕9試合でチームの本塁打は2日の DeNA 戦で代打の原口選手が放った1本だけ。大砲欠乏症が続いていたが、10戦目にしてようやくスタメン出場選手の一発が記録された。登場曲は武蔵プロジェクトのナルトメインテーマとモービーのフラワーを使用している。2023年7月23日対ヤクルト戦、1対1と同点の3回表2アウト1、2塁でのこと。ヤクルト先発小沢麗二選手は打席のノイジー選手にカウント1ボール2ストライクからスライダーを投球。ノイジー選手は外角高めに浮いた球をスイングするも力ないライトフライに終わった。打球がライトへ上がった直後、捉えきれなかった悔しさからか、左手に持っていたバットを振り下ろすように地面に投げ捨て一塁へ走り出す。その後一塁ベース手前で立ち止まると、今度は右手でヘルメットを地面に叩きつけた。このノイジーの態度にネット上では、今のノイジーの姿はちょっとないわなどと批判が寄せられたが、一方で違った意見もある。ノイジー選手のこの行動は一部からは近本へのデッドボールに苛立ってた部分もあるのではといった指摘も。近本選手は巨人戦で右脇腹にデッドボールを受け右肋骨を骨折しているが、一軍復帰2戦目となったヤクルト戦の3回表ワンアウト2塁の場面で、小沢選手が投じたストレートが右脇腹付近へ、近本選手がとっさに避けたこともあり、直撃ではなくユニフォームをかすめるデッドボールとなったが、後続打者としてこの光景を見ていたノイジー選手は故障悪化もあり得たと怒りを抱いたのではという見方もあるようだ。とある試合前の円陣で声出しを担当した阪神の坂本誠志郎選手はチームを鼓舞する言葉を発した後、シェルドン・ノイジーへこう言葉を紡いだ。シェルドン、口角上げて。2023年6月7日の試合前の出来事だ。成績不振でこの日スタメンを外れた助っ人へのメッセージだった。坂本選手はプライドもあるだろうし、小さな親切、大きなお世話になるかなとも思ったと口にすべきか迷ったという。しかしあえて言ったのは、苦しんでいるのもわかる、でも前向きにやった方がずっと良くなるんじゃないかと考えたからだ。2023年9月23日対ヤクルト戦、岡田監督を驚かせたのがノイジー選手の選球眼。これまで怒りを買うこともあったが、この日は4回と6回の打席できっちり見送って2フォアボール。これには同監督も、ノイジー偉い、どうしたんやろな、何か気するものあるのかな、偉いなんかな、ボール球振らんなと驚いた。2023年4月13日対巨人戦、ノイジー選手が巨人戦で2試合連続の2号本塁打を放った。5番レフトで先発、両軍無得点で迎えた2回、左腕横川選手からレフトスタンドに運んだ。開幕から3番を任されていたノイジー選手はこの日スタメンから外れた佐藤輝明選手に代わる形で5番で出場。第1打席で120キロの変化球をバットに乗せるようにして、阪神ファンで埋まるレフトスタンドに運んだ。前日12日の同カードに続く2試合連続だ。阪神ファンから大歓声が上がった。趣味は狩猟や釣り、主なターゲットは鹿。来日にあたりメンタルケアに聖書を持ち込んだ。2023年8月13日対巨人戦、難敵
戸郷翔征投手に対しガムを膨らませながらバットを振り抜いた。3年前の2020年、オリックスに在籍していたアダム・ジョーンズ選手が京セラドームのレフトスタンド上段に叩き込んだ一発は当時ガム膨らましたと話題に上った。ただジョーンズ選手がガムを膨らましたのはスイング直後、ノイジー選手は戸郷選手が投じたボールを捉えた瞬間しっかり膨らましていた。力が入る瞬間だが、実は余計な力みがなくなるのであろうか。理由は定かではないが、その打席でフェンス直撃の二塁打を放ち結果を出した。2023年5月13日対 DeNA 戦、雨の甲子園に岡田コールが響いた。投打の噛み合った首位対浮上の一瞬は、阪神岡田彰布監督にとって史上25人目の監督通算600勝という記念白星となった。試合前に真面目で完璧を求めるというノイジー選手には、もうちょっと遊んだらええ、リラックスっていうかそういう感じで打ったらどうやと言葉をかけると、早速ノイジー選手が目覚め、雨も計算に入れた先手の守備固めも的中するなど、采配ズバリの勝利で3連勝を飾った。2023年10月4日対ヤクルト戦、2点リードの4回ノーアウト1・3塁の守備、浜田選手の打球は左翼ファウルゾーンのフェンス沿いに上がった。体勢を崩しながら捕球したのを見て、三塁走者村上選手は本塁へタッチアップ。しかしノイジー選手が素早く低い送球でバックホームし、間一髪でアウト。持ち前の強肩で得点を防いだ。2023年7月の対巨人戦、12試合ぶり17度目のマルチ安打を記録したノイジー選手は、近くで声援を送ってくれる家族が大きな力をくれる。2人の子供を持つ一家の大黒柱、家族が全てですね。野球選手の前に父親として、家族が全てですと存在が最大のモチベーションと明かす。家族は5月下旬に帰国したが、6月末に再来日。岡田監督も、こないだ家族来た時3割打ってたやんか、ほんなら今日打つやんかと笑顔でハッスルの要因を分析した。ノイジー選手はアメリカテキサス州出身、本当に田舎の方の小さい町です。すぐ生まれた後に引っ越してしまったので、あんまり思い出はないんですけど、家族と過ごしたサンクスギビングの感謝祭だったりとか、家族で過ごした祝日とかは自分の思い出としてあります。憧れの選手はテキサス州出身ということもあり、子供の頃に好きだったのは元テキサスレンジャーズのマイケル・ヤングだねとにやり、米メジャーで通算2375安打を放ったバットマンがお気に入りですとのこと。野球との出会いは、父親の影響で野球に触れたことがきっかけで、2、3歳の頃に始めました。幼い頃は毎週野球だったりソフトボールをやっていましたねと、幼い頃から根っからの野球少年だった。そこで野球の魅力にはまり、野球選手になりたいなと思いましたとのこと。好きな日本食は2023年1月末に来日したばかりで、あまり挑戦していないのでどれがお気に入りというのは難しいと苦笑いを浮かべたが、和牛ステーキをあげた。宝物はやはり家族、その中でも野球を始めるきっかけを与えてくれた父親は特別な存在で、いつも野球の話をしてモチベーションを与えてくれますし、家族が自分のことを誇ってくれるような選手になりたい、彼らの誇りになれるようにと決意を新たにした。ノイジー選手の家族は愛妻と4歳と4ヶ月になる2人の息子がいる。まだ家族は来日していないが、ビデオ通話アプリのフェイスタイムを活用し連絡を取っている。本当に彼らは自分の全て、彼らを子供に持つことができて嬉しいと話している。野球選手としての理想の姿は、いつ引退するかわからないので、1日1秒を楽しみたい、引退の時が来たら妻や子供たちと楽しく過ごしたい、そのためにも頑張っていきたいとのこと。2023年7月の対広島戦は0対4で完敗。3カードぶりのカード負け越しとなったが、敗因の一つにノイジー選手の走塁があったと言われている。3点を追う7回だ、2アウトとなって継投策に入った広島の2番手ターリー選手からノイジー選手がフォアボールを選ぶ。岡田監督は代打渡辺選手を送った。采配はズバリだ、渡辺選手が引っ張った打球がレフト線を破る。三塁コーチの藤本コーチが右手をぐるぐると回して一塁走者のノイジー選手の本塁突入を指示。西川選手から小園選手が中継したバックホームにノイジー選手は滑り込むこともせずタッチアウトとなったのだ。コリジョンルールが採用されてから本塁のクロスプレーは守る方が不利、タイミングは完全にアウトでもタッチを避けるようなスライディングを試みれば何が起きるかわからない。だがノイジー選手がスライディングを怠ったため何も起きず、一瞬にして反撃機が潰れた。2023年5月27日対巨人戦、0対0の3回2アウト3塁、坂本選手の強烈な打球はレフトフェンスに当たって跳ね返った。レフトノイジー選手はこれを素手で掴むと、振り向きざまに目にも止まらぬ速さで右腕を振り抜く。完璧な送球が中継の木浪選手のグラブに収まり、木浪選手が中野選手へ送って坂本選手をアウトにした。坂本選手は思わず両手を上げ首を横に振っている。新助っ人のスーパープレーにファンも大興奮だ。ダゾーン公式ツイッターが映像を公開すると、
とんでもない鉄砲型。ノイジー、見かけによらず動きがいいし肩も強いな。素手でボール掴んで振り向きざま、ドストライクのレーザービーム。甲子園フェン直で特に鈍足でもない選手を指してるの、普通にヤバいからな。取ってから投げるまで早すぎんよと絶賛のコメントが並んだ。2023年2月、毎年恒例となっている阪神外国人の豆まき体験が行われた。まずはミエセス選手とノイジー選手が体験した。報道陣が変装した3匹の鬼がうおと大げさに叫びながら登場。ノイジー選手が少し戸惑いながら殻付きピーナッツの豆を投げると、一方のミエセス選手はノリノリで全力投球。途中殻を割って中身を食べるなど存分に楽しんだ。2023年5月の対広島戦、3番レフトで出場したノイジー選手が試合開始からわずか1分でスーパープレーを披露した。1回先頭の中村選手の初球だった。高々と舞い上がった白球は風にも流されレフトポール際へ。落下地点を見極めたノイジー選手はフェンス際でジャンピングキャッチ。白球をもぎ取ると甲子園が大歓声に包まれた。ノイジー選手は先日の中日戦でもレフトから強肩を発動し失点を防いでいる。守り勝つ野球を掲げる岡田阪神、連勝街道をひた走るチームをノイジー選手が守備から支えている。ノイジー選手の応援歌の歌詞は当初ノイジーとされていたが、ノイジー選手本人よりシェルドンに変更してほしいとの要望が届きシェルドンに変更。ヒッティングマーチの歌詞も変更し、ファンファーレの最後の部分のノイジー以外は全てシェルドンに変わった。9月に入りノイジー選手がノイジーな、せやな、最近すごい挨拶に気負るわ。もちろんそんな愛想の良さは残留の決め手にはならないが、岡田監督のノイジー選手に対する評価は現状チャンスに強ないからなというものだ。ノイジー選手の貢献度を表すのに分かりやすいのは DeNA のトレバー・バウアー選手打ちだ。首位争いをしていた8月30日の DeNA 戦でチームは敗れたが、ノイジー選手が154キロの直球を第6号となる左越え本塁打で打ち砕いて先制点を奪ってみせた。対戦投手の中でもバウアー選手に対しての打率はここまで4割超えの4割4分4厘と高く勝負強さを発揮している。チームがクライマックスシリーズ日本シリーズを勝ち抜くために外国人パワーは必要だろう。今までプレーした中でも阪神ファンは一番だと思っています。チームとして勝っているから強いとチームへの愛着もある。 MLB では2019年アスレチックス時代にワイルドカードで内野手登録されたが出番がなく悔しい経験が残った。ワイルドカードで1回やったけどその時はプレーしてないのでチームの成績シーズンの成績関係なく一試合一試合自分の持っているものを全力で注ぎ込みたいとクライマックスシリーズへの決意をにじませた。得点圏打率は2割6分4厘だが特に注目なのが走者が3塁のみの場合。15打数8安打で打率は5割3分3厘11打点と高い確率で着実に得点を奪っていることがわかる。打席の中での心構えについて内野が前に守っている後ろに守っているとかその場その場で自分の心持ちは変えているねと状況によって打撃のスタイルを変えているという。というわけで今回はノイジー選手の面白いエピソードを50個ご紹介しました。今後の活躍に期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードを紹介するのでチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。